内着は、くんげ装束を構成する着物の一つである。主に女性の衣だが、男性が中着として着用する場合もある。一枚の上着を刺す場合と、何枚も重ねて着用した場合を指すとがある。一枚の上着の場合は、こううち表着内ちぎぬ。二に記述。何枚も重ねて着用した場合は、重ねうちに三に記述。六として、 大内木がある。雪、竹などが大きいもので、着用するときには仕立て直す。1872年小健康大号小内木を着用襟は、現代の着物と同じおくみがある。しで両を、脇は、縫い付けてある縫い脇、袖はドテラ、夏以外は、裏地のある合わせになっている。男性用では、見た毛が長いものと短いものとあるが、女性用は、そう引くほどの長い。 裾長が一般的である。地質はあや物りや薄物、裏地はひらぎぬ。そして季節の折り目には冬には大入れにするなど衣替えをした。暑さ対策として単純とひねり絵がある。衣替え旧暦、着用衣、マンサス系相田場所をより高貴な女性が指定で着用する羽織る上着である。表により、見丈や袖親や短く仕立てたもので。 小内木と呼ばれた。高価な織物で仕立てることを慣例とし、少し改まった時には唐絹を略し、小内木を着用し純正装とした。おめりに加えて、裏地と表地の間に、中、バイという別色の絹地を挟み込んでえり、袖口などが、見え色の飾りとなる施しをした。おめり、おめりとは、吹きの故障であり、現在は、吹きと呼んでいる。 縁処理をした吹き返し部分を刺す。男女問わず合わせの衣類に使用された。袖口、裾の縁の裏地を少しだけ表地に返して仕立てることで表地を摩擦や汚れから防ぐ効果と表地、裏地の色彩の装飾的効果を考慮してのものである。現在でも合わせなら襦盤から留め袖と着物全般に広く活用されている縁処理で 打ちけの裾にあるような綿や芯を入れて華やかにするものもある。唐木縫、小内着など一番上に着る上着のすぐ下に着用する。重ね色の層を表すため通常の内木より幾分小さく仕立てる。絹っただをして針や光沢を持たせた頃も清掃時に表木の下に着用する。寸法は表木と同じである。 公色が多く、色合い調整の役割も果たしている。下には、肌こそで、タン、ヒバカマを着て、帯で結ぶことなく、普通の内着を何枚も重ねて羽織った姿を呼ぶ。重ねる枚数に当初は規定はなく、映画物語によると、五一条天皇の頃には20枚重ねた例もあったが、当時でもこれは、旅が過ぎた着方であり。 平安時代末期からは写真の関係で5枚重ねが適当とされた。しかし、晴れの日の優雅さに重ね打ち際欠かさせないものであったため、守られない時もあり定着するのに時間を要した。鎌倉時代になると5枚重ねの取り合わせを逸江絹と呼ぶようになった。唐絹などの体側に着付ける、内側に着る衣、打ちかけて着る衣、と諸説ある。元は、 打掛けと書き、家庭着として主に夜に着用されていたものが、国風文化の発達により、袖や三たけが、長大化、この時代に、全身着として、重要な役割を果たす着物となる。貴族の通常生活では単、ひばかまを履き、上に、数枚の内着を重ねる、内着姿が平服であった。次第に、肌着として、小袖が着られるようになると、もともとは肌着であった人へが、 形式的になり、内儀とともに、色彩の配色美も兼ねる性格を持つようになっていった。内儀の役割は、重ね着により豪華さを演出する重量感、襟や裾に、重ねの色目でアクセントを加えることであり、季節や状況によって様々なバリエーションが生まれた。一方、十二単を着るほどでもなく、平服でも失礼な場合の時に着用する着物として、小内儀なるものが発明される。 これを着用するときにはもうつけない。好意の女性しか着用できない着物であった。ちなみに、蒸気で描いた中場を挟む調整はこの小内ぎから始められた。内儀にも流行があり、11世紀の藤原氏、前世紀には素材は、綾織りで色彩のグラデーションを楽しんでいた。12世紀の陰性紀には内にに刺繍を施したり、金箔、銀箔を貼り付けることが流行り、 次第にはエスカレートして、翡翠や水晶などを縫い付けるようになる。平安時代終わりの平自前世紀には、素材は二式となり、重量の重さから角の重ね着ができなくなり、重ねを重視しなくなっていったとされる。貴族勢力の交代により、経済的な理由などから、小袖と袴の上に、人へと内着一枚を羽織った状態が清掃となっていった。一方、武家社会では、 小袖の上に数枚の内着を羽織った状態が、好衣武家女性の清掃とされていた。しかし応仁の乱勃発による、公家社会の崩壊と下国上により、袖が大きく袖口も開いている内着は時代に合わなくなり、武家女性は内着を着用しなくなり、公家女性も小袖に墓まで清掃とされるありさまであった。江戸時代になると、応仁の乱以後の復職習慣が固定化してしまい、 国家社会でも、行為の助官や、大きな行事でもない限り、内儀が切られることはなくなってしまった。1950年、婚礼で内儀袴を着用した、高宮和子内親王天皇を中心とした、中央集権の復活により、宮中に散来する時の復職は内儀を着用する、よう定められた。基本的な規定として、白い小袖に、種の切れ袴。 人への上に規定に従った内着を着用し、外出の際は腰で託くし上げて帯で固定し着用するというものである。この格好を内着袴装束という、明治14年直任官、総任官の夫人に対し内着袴の性に定められ、大正性頃までは内着袴を着用する人が多かった。これは進化の女性にとって洋服は高価なためであった。 明治時代の貴族女性は、これが礼装であり、六名館にもこの格好で出席した女性が多かったらしい。しかし、明治政府の方針は、さらなる様相化であり、次第に広報への配列など特殊な条件下でしか着用されなくなっていく。戦後は、皇族女性が特別な行事の際に内木ばかマを着用するが、その機会は非常に少ない。 神社本庁で規定された女性神職の清掃はこの内木袴装束が元になっている。上の項で説明した通り、純清掃の上着として誕生したのが小内着である。鎌倉時代以降の復職の簡略化に伴い一時期衰退していたが、明治時代になって皇族の装束として復活した。しかし、その時の規定で内木の長さより、 小内儀の長さの方が長くなってしまった。そのまま現在までこの規定が通用されている。ありがとうございます。